あまり音を立てない方がいい。ソウルイーターの聴覚は敏感だ。そして自分の縄張りを荒らされるのをあまり好まない。僕もそれほど詳しいわけではないけれど、注意するに越したことはない。シミュレーターといえど多少のフィードバックはある。そういうふうに聞いているんだ。なら細心注意をすべきだと僕は考える。君はどうだい、マスター？見つけたと言ったのかい？言ったね。うん、聞こえたとも。なら僕を探していたのかな、マスター。わざわざシミュレーターにまで足を運ばせてしまったならごめんよ。君はいつも多忙だろうに。とりあえず管制室へ戻ろう。いいね。いい子だ。無事に戻ったね。いや、うん。シミュレーションプログラムというのはレイシフトほどの危険はないと聞いている。それでもね、マスターの体は気遣わないと。僕にかい？これは、なるほど、そうか、バレンタインデー、2月14日。そうだ、そういえばそうだ。かつての聖杯戦争でも僕は、その、ごめんよ、何と言ったらいいのか、僕には関係のないものだとばかり思っていたんだ。いや、いや、まずは言葉にしないと。ありがとう、マスター。とても嬉しい。今すぐとはいかないが、そうだね。明日の朝には、とっておきのお返しをしよう。どうかそれまで楽しみに待っていてほしい。お願いできるかい、マスター。